どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日の動画の続きということで GoTo トラベルキャンペーンですね、マリオットボンボイ大正ホテルボリューム2ということでね、今回大阪エリアから沖縄までね、ババッとね、紹介していきたいと思います。またね、7月26日に Q&A がね更新されました。概要欄に URL ね載せておきますので、確認されたいという方はねそちら見ていただけたらなというふうに思います。今回ね更新された内容でちょっとね気になっている方もね、まあいるかもしれませんけども、ちょっとこちらね読み上げちゃいますね。クエスチョン48のですね、ポイントやマイル付きの宿泊プランはキャンペーン対象になるかというね問いへのコメントですね。宿泊施設が自らポイントやマイルを設定して行うものに関しては対象外というね記載がされました。この理由としてはですね、一旦価格を引き上げた上でポイントやマイルをね多く付与することによって国の支援額をね、まあ、不当に多くね引き出すっていう行為がですね想定されるためということで、今回ね、まあ、こちらは対象外になるっていうふうになったわけなんですよね。で、今までもですね、このクオカード付きプランとかね、まあそういうものは対象外っていう風になっていたんですけども、宿泊施設がポイントやマイルを自らね、まあ付与するものが、まあ対象外っていう風になったということで、まあこの文言でね、ポイントっていうのは宿泊施設がね、まあ自ら行うものということで、楽天トラベルとかね、ヤフートラベルとか、まあそういうね、経由サイトをね、まあ通した場合、まあポイント還元っていうものはね、まああるんですけど、まあ、そちらはね個人的には大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。というのはこの文言からね、まあ、考えると宿泊施設がね、まあ、自らポイントやマイルを上げてるわけではありませんよね、まあ、あくまでこのヤフーとかね、まあ、楽天とかが付与しているっていう感じになるんで、まあ、こちらはね大丈夫なんじゃないかなというふうに思うんですけども、こちら対象になるかどうかですね、まあ、旅行に行くかどうかね、まあ、決める方もいらっしゃると思いますんで、仮に楽天トラベルとかねヤフートラベル等々で予約を持たれている方はね、まあ、ぜひね確認するようにしていただけたらなというふうに思います。またね、利用する方はね、まあそこまで多くないと思うんですけども、今回のね更新された内容でホテルのデイユースっていうのもね対象外っていうのがね、まあ、はっきりと明記されましたということなんでね、まあホテルのね、まあ、デイユースは対象外になりましたっていう感じになります。それではね、7月25日時点でのねマリオットボンボイ対象ホテルをねババッとね紹介していきたいと思います。こちらは7月26日にね更新がねあると思ってたんですが、こちら動画作らせていただいてるのが7月の26日のまあ夜なんですけども、現時点でですね更新っていうのがね、まあ、ありませんでしたので、こちらの情報はね7月25日時点のね、まあ、更新の情報っていう感じになります。ということなので、今後ねまた追加でねどんどん情報更新されていくと思いますので、その点はね、ご了承いただければなというふうに思います。それではですね、大阪エリアから沖縄エリアですね、北海道から名古屋エリアですね、昨日動画でまとめさせていただきましたので概要欄にね記載しておきますので、そちらね確認していただけたらなというふうに思います。それではですね、ババッといっちゃいますね。大阪マリオット宮古ホテル、シェラトン宮古ホテル大阪、こちらはですね近鉄宮古ホテルっていうね会社が運営しておりまして、こちら記載があります。ですけどもね、この近鉄宮古ホテルっていうのはですね、ウェスティン宮古ホテル京都とかですね、シェラトン宮古ホテル東京とかもね運営しているんですけども、現時点ではね、まあ、記載がないっていう感じになっておりますんで、今現在はこちらだけっていう風になっておりますんで、そちらは覚えておくようにしてください。次ですね、 JW マリオット奈良、こちらは MT&M ホテルマネジメントっていう会社が運営してるんですけども、こちらは、記載がありました。次ですね、リッツカールトン京都、こちらですね、リッツカールトンプロパティマネジメントカンパニー京都株式会社っていうところが運営しているんですけども、こちらね記載がないっていう感じになります。次ですね、こちらは昨日もねありました森トラストホテルズ&リゾーツ株式会社っていうね会社が運営しているホテルなんですけども、対象ホテルがねかなりあります。ちょっとねエリアバラバラになっちゃうんですけども、琵琶湖マリオットホテル、南紀マリオットホテル、コードヤードバイマリオット、新大阪ステーション、セイレンラグジュアリーコレクション京都、イラフスイラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古島ということで、こちらの5つのホテルは記載がないっていう感じになっております。次ですね、ウェスティンホテル大阪、こちら株式会社ティルウィンコーポレーションというところが運営しておりまして、こちらはね記載があるという感じになっております。次ですね、リッツカールトン大阪、株式会社アンキューホテルシステムズっていうところが運営しておりまして、こちら記載があります。次ですね、モクシー大阪新梅田、こちらジャパンホテルマネージメント株式会社っていうところが運営しておりま
まして、こちらは記載ありません。次ですね、モクシー大阪本庁株式会社 MOJ ホテルマネージメント運営している会社で、こちらは記載があります。次ですね、コードヤードバイマリオット大阪本町、こちらはサンフロンティアマネージメント株式会社が運営してるんですけども、こちらね記載がありません。次ですね、セントレジス大阪、こちらはセントレジホテル株式会社が運営してるんですけども、こちらは記載があります。次ですね、フェアフィールドバイマリオット大阪ナンバ、こちらは株式会社ナンバホスピタリティっていう会社が運営しておりまして、こちら記載がありません。次ですね、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、こちらは株式会社 NHA 神戸が運営しているホテルになってるんですけども、こちらはね記載がありません。次ですね、ウェスティンホテル淡路島リゾート&コンファレンスですね、こちらは株式会社、夢舞台っていうところを運営してるんですけども、こちらは記載があります。次ですね、シェラトングランドホテル広島、こちらはですね株式会社 AIC 広島マネージメントが運営しているホテルになっておりまして、こちらはね記載がありません。次ですね、シェラトングランデオーシャンリゾート、こちらですねフェニックスリゾート株式会社っていうところは運営してるんですけども、こちらはね記載がないっていう感じになっておりますね。次ですね、ルネッサンスリゾート沖縄、こちらは株式会社 HPD コーポレーションが運営しているホテルなんですけども、こちらは記載がありません。次ですね、シェラトン沖縄サンマリーナリゾートですね、こちらは、サンマリーナオペレーションズ株式会社が運営しておりまして、こちらはね記載があるっていう感じになっております。次ですね、リッツカールトン沖縄、こちらは株式会社ホスピタリティシステムズが運営しているホテルなんですけども、こちら記載があるっていう感じですね。次最後ですね、沖縄マリオットリゾート&スパ、こちらは株式会社ラグーンリゾート名護っていうところはね運営しているんですけども、こちらはね、記載がないっていう感じになっております。以上はですね、大阪エリアから沖縄のマリオットボムホテルですね、7月25日時点で GoTo トラベルキャンペーンのね事業者登録されている、ホテルというふうになっております。で、まあ7月25日時点ですので、まあこの動画が出るね7月27日なんですけども、もちろんね更新あるかもしれませんので、まあ今ね記載がないって言ったホテルも、まあ今後ね追加になるかもしれないですし、まあ、追加にならないかもしれないんですよね。ちょっとこればっかりはね、まあ、分かんない部分ではあります。一応私がね問い合わせた感じだと、マリオットボムホテルはですね、全てね対象というふうに言われてはいたんですけども、まあ、こればっかりはですねこちら側もわからないので、もしねマリオットボンベホテルね、利用する予定のある方はですね、ぜひね最新情報をチェックしていただいて、利用してみていただけたらなっていうふうに思います。で、私のね、動画のチャンネルでもですね、この GoTo トラベルキャンペーンについてはまたね最新情報出ましたらですね、随時ね動画、上げさせていただきますので、そちらもねチェックしていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけると、とても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったマリオットボンベイホテル、ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、紹介させていただいておりますので、ぜひね、チャンネル登録してない方はね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。